エリオット・フィッチ・シェパードは、アメリカ合衆国ニューヨーク州生まれの弁護士、銀行家であり、新聞、メールエクスプレスオーナー、ニューヨーク放送協会設立者活会長だった。シェパードは、マーガレット・ルイザ・バンダービルトと結婚した。マーガレットは、事前事業家、実業界の大建物、バンダービルト課長であるコーネリアス・バンダービルトの孫娘だった。 ウライア・クリフ・マナーにあるシェパードの住居ウッドリーとその近くに建てたスカボロー長老派協会はスカボロー歴史地区に寄付された子孫である。シェパードはニューヨーク州ジェームズタウンで生まれた。紙幣を印刷する会社の社長の3人の息子の1人だった。ニューヨーク私立大学で学び約25年間法律実務を行った。南北戦争の時。 北軍の徴兵担当となり、大佐になった。後にはいくつかの機関や銀行の設立者かつ寄付者となった。スカボロー・オンハドソンのブライアクリフマナーに引っ越した時、スカボロー長老派協会を設立し、ウッドリーを建設した。この家と土地は現在スリーピーホローカントリークラブの一部になっている。 エリオット・フィッチ・シェパードの父、フィッチ・シェパードエリオット・フィッチ・シェパードは1833年7月25日、ニューヨーク州、シャトークア軍のジェームズタウンで生まれた。父は、フィッチ・シェパード、母は、マリア・デニスで、その3人兄弟の2番目であった。兄は、ブリッド・ハミルトン、弟は、オーガスタス・デニスである。父のフィッチ・シェパードは、ナショナル・バンクノート社の社長であり。 弟のオーガスタスは後にアメリカンバンクノート社の社長となった。父方の祖父はノア・シェパードであり、ピューリタンの牧師トマス・シェパードやジェームズ・フィッチの義理の息子の子孫であった。母のデリア、マリア・デニスは1635年にイングランドから移住してきたロバート・デニスの子孫である。1897年に出たニューヨークの著名家族の中でエリオットは 生まれと先祖で著名であり、またその性格でも有名であると書かれていた。ジェームズタウンの公立学校からユニバーシティグラマースクールカレッジ予備校で学び、1855年に大学を卒業した。エドワーズ・ピーア・ポントの下で法律を学び始め、1858年にはブルックリンで法廷弁護士として認められた。南北戦争の時のシェッパード、 ジョージ・ジー・ロックウッドの撮影南北戦争が始まると、シェパードは北軍エドウィン・ディ・モーガン将軍の副官となり、大佐に任官された。シェパードが戦場に行くことはなかったが、志願兵の長母を担当した。1862年、ジェームズタウンに行って、シャトークア連隊のための制服を検査し、整え、供給した。12歳の時にジェームズタウンを離れてから久しぶりの、 訪問であり、著名な市民集団に歓迎された。シェパードは、ニューヨーク第51師願兵連隊を重宝して組織、したので、その功績を叩いて、シェパードライフル隊と名付けられた。詩人ウォルト・ホイットマンの兄弟であり、この連隊の隊員だったジョージ・ W ・ホイットマンが、シェパードから昇進を告知された。 その後1865年に少佐に昇進した時も、シェパードが影響を及ぼした可能性がある。さらにシェパードは、ウォルト・ホイットマンと文通もしていた。シェパードは、ニューヨーク州エルマイラで、徴兵所の担当となり、周辺地域から4万7千人を徴兵した。エーブラハム・リンカーン大統領はシェパードに、準庄への昇進を提案したが、戦場に出ている士官への遠慮から辞退した。 1864年、シェパードはニューヨーク都市検員のために市外からの寄付委員会の委員都議長になった。1866年のメイン州ポートランドの大化や、1871年シカゴの大化の後で災害復興のための弁護士の委員会委員長を務め、1889年、ペンシルベニア州ジョンズタウンの大洪水では、 犠牲者のための市民委員会の委員となった。1867年、シェパードはモーガン知事のレセプションでマーガレット・ルイザ・バンダービルトに紹介された。二人の交際はマーガレットの父ウィリアム・ヘンリー・バンダービルトに反対された。一年後の1868年2月18日、二人はニューヨーク市のチャーチ・オブ・インカーネーションで結婚した。この年、 トルコのメルスイン県、タルススに旅した後で、年5000ドルを寄付し、基金として10万ドル腕を置くことに合意して、タルススアメリカンカレッジの設立に貢献した。シェパードは、カレッジの新宅委員と評議会副議長になった。ニューヨーク市にあった、シェパードのタウンハウス、バンダービルト家のトリプルパレスの一部1868年、シェパードは、セロン・アール・ストロング・ハンジと共同で、 ストロングシェパードを起こし、ストロングの死後もその事業を続けた。その後の25年間法律実務を続け、1876年にはニューヨーク放送協会の設立に貢献し、1884年にはその第5代会長になった。1875年、ニューヨーク市商工会議所のために仲裁裁判所を設立する改正案を起草し、翌年には その5人の委員による実行委員会委員になった。1880年、ニューヨーク市議会が市の地方条例を改定して整理し、ニューヨーク市法展とするために、シェパードとエベネザー B ・シェーファーを指名した。最新の改定は1859年に行われたままだった。1880年代、アメリカ貯蓄銀行、都市圏銀行、 コロンビアン国定銀行の設立に貢献した。1888年3月20日、サイラス W フィールドから42万5000ドルで新聞、メールエクスプレスを買収した。同紙は1836年の創刊であり、推計20万ドルの価値があった。シェバードは、信仰が厚く、各反論説ページの冒頭には、聖書の言葉を入れた。 その死の時まで新聞社の社長として重要な決定や政策のすべてを承認した。同年、五番街ステージ社の支配株主となり、日曜日には労働を止めるように仕向けた。1885年、マーガレットの父が死ぬと、彼女は1200万ドルを相続した。シェパード家はマンハッタン52丁目に死にに住んだ。それは1880年代に、 ウィリアム・ヘンリー・バンダービルトとその二人の娘のために建てられたバンダービルトトリプルパレス三軒の一つだった。エリオットの死後はマーガレットが姉妹の家族の家にして二軒を一つにした。これらの家は最終的に解体された。1928年、そこに9階建てのデピナビルが建設され、1969年には解体された。 5番街650がその建物の場所である。シェパードとその家族は1884年から1887年まで世界中を旅し、アジア、アフリカ、ヨーロッパさらにアラスカを回った。ニューヨークからアラスカの旅をザ・リーバ、ニューヨークとアラスカに文書化した。この旅には、シェパードと妻、娘、他に一族員6人、メイド、シェフ、羊、 ポーター、案内人を連れて行った。シェパードによれば、一行は26の鉄道で14,085マイルを移動し、5ヶ月間近くで38箇所のホテルに泊まった。1884年の旅行の後、アラスカにおける不況活動の機会があることに気づき、妻と共に電動所を設立し、年、約2万ドルを維持費に充てた。シェパードは、 ジョン・ホールの下で5番街長老派協会の礼拝に何度か参加しており、長老派協会ニューヨーク同盟の副会長を務めていた。5年間はアメリカ安息日同盟の会長を務めた。安息日を守る特別委員会の議長を務めたこともあった。シェパードのスカボロー長老派協会とブライア・クリフ・マナーの住居1890年代初期、シェパードは 現在のブライアクリフマナーにあるスカボローオンハドソンに移動し J ・バトラーライトからビクトリア様式の家屋を購入したその家屋の南ハドソン側に面して邸宅を建設させ土地を改良した邸宅の建設は1892年に始まり3年後に完成したシェパードは1893年に死んでおりマーガレットに その完成を監督させることになった。完成した邸宅は床面積6万5000から7万平方フィートの間であり、アメリカ合衆国で最大級の個人所有家屋となった。シェパードの死後、マーガレットは春と秋にそこで生活したが、次第に訪れる回数が減っていった。1900年までに資産をフランク・エイ・バンダー・リップとイリアム・ロック・ヘラーに売り始め、 1910年には家屋を彼らに売った。バンダーリップとロックフェラーはカントリークラブを創設する取締役会を集め、最初の会合はウォール街55番のバンダーリップの所有する国定式銀行ビルの事務所で行われた。スリーピーホローカントリークラブが設立され、ウッドリーがクラブハウスにジェイバトラーライトの家屋がゴルフハウスになった。 シェパードはそのブライア・クリフマナー敷地の上に小さな礼拝所を作り、1892年にはスカボロー長老派教会を建てた。教会とその牧師館は、シェパードの死後にマーガレットが寄付した。教会は、オーガスタ・ソヘーデルとオーガスト・ディ・シェパード・ジュニアが設計した。1895年5月11日、教会がシェパードの思い出のために落成した。 一時期は、シェパード記念教会と呼ばれていた。オペライ行く、シーモア・ジョセフ街が、バンダービルト家を描いている。マーガレットが、中央アオドレス、その右に、エリオットがいるシェパードとマーガレットの間には、娘が5人、息子が1人生まれた。フローレンスだった。この子供たちは、日曜学校と教会に出席し、家庭教師の教育を受けた。シェパードは、 家族のためのシェフを雇っていた。シェパードは厳格な父であり、息子を叩いたと言われる。その息子は父と同じくらいワイルドで厳格であり、道徳を重んじたと言われている。シェパードは背が高く快活な表現力と作法があり、ニューヨークタイムズによれば育ちの良いクラブ会員の完全なタイプと呼ばれていた。髪が多く、爪にはマニキュアを施し、 きちんと揃えられたアゴヒゲと運動選手のような体格だった。反ユダヤ主義に反対し、ロシア系ユダヤ人の苦境を公に知らせる晩餐会に出席し、他の者が避けるユダヤ教の宗教や社会の組織に定期的に出席した。多くのニューヨークの教会に信者席を借りており、多くの伝道書を支援し、病院や事前団体から寛大な寄付者と言われた。 シェバードは政治的な待望があり、権力と影響力の象徴としてウッドリーを建設した。シェバードは馬と馬車を所有し、それに公園で家族を乗せ、また自身が乗馬好きなことを誇っていた。シェバードは共和党支持者であり、1888年アメリカ合衆国大統領選挙の運動には7万5000ドルを寄付し、 終戦室アメリカ合衆国会議員のファセットの選挙運動には衆院会に1万ドルを寄付した。ニューヨーク市の6番街と57丁目にシェッパードホールを作り、共和党クラブに無料で貸し出した。シェパードは多くの組織の会員だった。ニューヨーク州放送協会、アメリカ自然種博物館、ナショナルアカデミー・オブ・デザイン、アメリカ独立戦争の息子たち、 ニューヨークヨットクラブ、ニューヨークアスレティッククラブ、ニューヨークプレスクラブ、ローヤーズクラブオブニューヨーク、共和党クラブ、マンハッタンアスレティッククラブ、ジョーバクラブ、トワイライトクラブ、ユニオンリーグクラブオブニューヨーク、ニューヨークニューイングランド協会、アディロンダックリーグ、ユニオンリーグクラブオブ、ブルックリンなどだった。シェパードを描いた1892年のスケッチ1892年。 ニューヨーク私立大学がシェッパードに法学修士号を送り、オマハ大学が法学博士号を送った。1893年1月11日、シカゴ万国博覧会の会員委員会で、日曜日すなわち安息日は、博覧会を開かないよう、委員を説得するための演説を行った。百九十一年九月七日、シェパード自身は、博覧会の間の六ヶ月間、 オーディトリアムホテルで委員会のために16室を予約するために2万5000ドルを使った。シェパードは1893年3月24日午後にマンハッタンの自宅で思いがけなく死んだ。二人の医師がシェパードから暴行血石を取り除こうとしていた。午後12時45分にエーテルを処方した。数分間、シェパードは反応しないように見えた。 その後まもなく、顔色が変わり始め、呼吸と脈が衰えた。エーテルの投与が止められたが、手術を継続するために、十分なエーテルがまだ与えられていなかった。シェパードの容体が再度悪化し始めた。医師たちは食物かぬかじゃものが気管あるいは気管支を、閉塞させているのではないかと疑った。医師たちは続いて、酸素を投与して、一時的に良くなったが、午後4時、 脈が着実に弱くなり、意識を失い、午後4時10分に死んだ。死因は、肺水腫であり、肺の鬱血だった。エーテルの投与後は、死因不明だった。シェバードは、モラビア墓地の一族病に埋葬された、最初のバンダービルト一族だった。1894年11月17日、娘の一人、妻。 その兄弟であるジョージ・ヴァンダービルトが、シェパードと娘のフローレンスの遺骸を、新しいシェパード家の墓に移送するのを監督した。ヴァンダービルト家病、シェパードが最初に埋葬されたところ、シェパードの財産には10万ドルのタルスス、アメリカンカレッジ基金、不動産85万ドルと、動産50万ドルがあり、合計135万ドルだった。その意思により金と土地は妻、 子供たち、弟のオーガスタス、宗教組織に分けられた。ニューヨーク市立大学やニューヨーク大学のエリオット会シェパード奨学金など多くの奨学金や検証の資金を残し、弁護士アーロン・ジェバンダー・ポールの図書館から、ニューヨーク大学法学校に膨大な量の贈書を寄付した。シカゴの出版社、ホレス・オドノヒューの妻が、シェパードの訃報を4日後に読んで聞かせたとき、 オドノヒューはカミソリを取り上げて喉を切った。その自殺は当初衝動によるものと考えられたが、後にオドノヒューがシカゴの出版社に大きな負債を負っていたのが理由らしいと分かった。ありがとうございます。